さて、今日やりたいことはですね、安保だけではありません。国民の皆様が困窮し、あえいでいらっしゃいます。まさにここに書かせていただいた石油、原油、食品、電力、もちろんこれだけではありませんが、国民負担が重くのしかかっています。そうした中で、今回の補正予算は私たちは微方策に過ぎると、あまりに微方策に過ぎる、そう思っています。で、私たちが4月21日に国会に提出した国民負担軽減法案にはですね、これはトリガーじゃないんですよ、ガソリンは。トリガーっていうのは下げてあげるんです。そうじゃなくて、これからは税金の力で車に乗るなという時代ではありません。もうそれは昔の時代です。今、激変緩和措置が25円から35円、25円を突破してるんだから、今こそ、トリガーではなくて、そもそも暫定税率を廃止したらいいじゃないかと。そして食品については、せっかく、私たちは反対ですよ。私たちは反対だけれども、公明党さんの力で軽減税率が入ってしまった。せっかくそこにあるんだから。あ、大臣失礼しました。せっかくあるんだから。今使わないでいつ使うんですかと。今使うために作ったんじゃないんですかということを申し上げています。あと原発の再稼働であります。これ総理ですね、細かいこと伺いませんが、世界の100カ国以上の国が消費税減税しています。コロナ、戦争。世界の100カ国以上の国が、消費税とは言いませんが、いわゆる付加価値税。付加価値税を柔軟に品目ごとに変えてます。これが世界標準です。なぜ日本だけ堅くなに減税しないんですか。内閣総理大臣岸田文雄君。消費税につきましては、その使い道など、その、国によってさまざまな税体系を持っています。この一部の欧州諸国においては、この物価高騰への対応として、一部品目の付加価値税率を引き下げた、こうした事例があるということは承知をしています。ただ、我が国においては、消費税については、社会保障の安定財源と位置づけております。この消費税について、今、触ることは考えていないということを申し上げております。以上、足立康君。もう大変理解に苦しみます。だってね、私たちが今求めているのは景気対策ですよ。未来永劫、消費税軽減税率ゼロにしようなんて言ってないんです。一時的な景気対策をお願いしているわけです。財源の議論関係ありますか。内閣総理大臣岸田君。はい。今足元の、厳しい状況、物価高騰に対してしっかり対応しなければいけない。これは委員おっしゃる通りだと思います。だからこそ、消費税については先ほど申し上げたように、今触ることは考えておりませんが、それに代わって、総合緊急対策、困っている方への支援、あるいは地方に対する支援、さまざまな支援を用意して、できるだけ生活、そして事業を支えるために、政府としても努力を続けていきたい、このように思っております。ぜひこういった対策、重層的に用意することによって、国民生活、事業を守っていきたいと思っております。足立康君。先ほど総理は社会保障の財源になっているとおっしゃった。関係ないですね。この政策判断、この景気対策をどう打つかという政策判断に財源の問題、関係ないですね。それだけ確認。内閣総理大臣、岸田文雄君。国民生活を守るために、足元の厳しい状況に対応しなければいけない、その通りでありますが、しかし基本的に安心な生活を維持するために社会保障、これもしっかり維持していかなければなりません。これを両立させていくためにどうあるべきなのか、我が国においては消費税が社会保障の基本、の安定財源として位置づけているからして、そこは触りませんが、しかし一方で、国民生活を支援するさまざまな対策は政府として用意をしていきたいと思っています。足立康君。もう明確に間違っていると指摘をさせていただきます。
今回の補正予算、今回、私は大変ずさんだと思います。ただ今回ずさんなだけじゃない。ずっとずさんなんです。自民党がやってきたことは。財務大臣大変失礼ですが。これ見てください。あ、財務大臣じゃないな。これ内閣。これはですね、いわゆる住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金10万円です。今配ってます。そして、この補正予算では、さらにですね、低所得の子育て世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給付金などなどを措置されるわけですが、実はプッシュ型、プッシュ型と胸を張ってらっしゃいますが、あくまでも税務情報に基づいた所得制限ですから、過去の昔って昨年より前にどうだったかという情報に基づいて線引きしているわけです。だから政府もそれはやっぱりひどいよな、自分たちでひどいよなと思っているので、急変世帯は別途助けますとなっているんです。でその結果ここに書いてますが、まだ実態が掌握されてないということなので、これ予算ベースですが、1400万世帯に配りますが、足元で急変して、下振れした家計世帯については50万世帯分ぐらいはですね、申請してくださったらお配りしますとなっています。しかし、ね、不思議なんですね。急変って両方ありますよね。下振れと上振れ。上振れ世帯はすでに給付の要件を満たしていないが、もうめんどくさいから差し上げますということですね。この制度は内閣総理大臣岸田文雄君。まず基本的に、給付金迅速に、お届けするためにプッシュ型の支給を行うこととしておりますが、その、家計の状況を反映するために、把握できる限り直近の、年間所得を活用する、こうしたことを制度として用意をいたしました。ご指摘のように直近の変化について対応できるのかという部分につきましては、このそれぞれの方々に申請していただく形で対応していくというのが今の制度であります。上がった場合はどうするのかということについては十分把握できないという指摘については、政府としても考えなければいけない点ではないかと思います。足立康君。だから私たちはもうこういうことを自民党ずっとやってますけど、もうやめた方がいいと。マイナンバーをしっかりとフル活用して、そしてもっと公正公平な公正な給付と負担を実現をしていく、これが大事であるということで、今日次の次のバッターの藤田文武幹事長からですね、大改革プラン、私たちはこういう自民党が作ってきたずさんな行政、これを直すと、どうやって直すかをご説明したいと思っています。最後、もう時間かな。最後一点、マイナ保険証報道もされています。これがまあまたずさんなんですね。もうちょっと時間ないんで、一番下に赤いところで、個人から申請があったら古い保険証も続けますと言ってるんですよ。全然義務化じゃないじゃないですか。もう言ってることでやってることがむちゃくちゃ。で、これなんでですかって厚生省に聞いたんですよ。そしたら、牧島大臣は頑張ってるのはわかるけど、デジタル庁がマイナンバーカードを義務化してないからですと。そうでしょ？マイナンバーカードが義務化されてないから、マイナ保険証を義務化できるわけないじゃないですか。もうね、やる気ないんですよ。自公政権は。だから私たちにもう少し時間じゃなくて力をくださいと。いうことで頑張っているわけでありますのでありますが、これ総理、これマイナンバーカード義務化しないと全てが止まってます。マイナ保険証義務化できません。どうですか。内閣総理大臣岸田文雄君。はい、マイナンバーカード、普及させなければならない、これはおっしゃる通りであり、政府としても大きな問題意識を持っています。マイナンバーカード、最高位の身分証として厳格な本人確認の下で交付する、こうしたものでありますが、そうした
本人確認を考えますときに、カードに顔写真を表示する、対面での厳格な本人確認が必要である、まあ、こういったことから義務化をすることは控え、そして、まあ、申請によるとしたところでありますが、だからこそより、カードの、まあ、普及に向けて利便性、メリット、まあ、こういったものをしっかりと、この付け加えることによって普及に向けて、しっかり努力を続けていきたいと考えております。時間来ましたんで、後続に変わりますが、今結局ですね、自民党の中に反対があるんです。あんまり透明で公正公平な社会にされると困るという人たちがいるんです。しっかりと改革を訴え決断し実行していくことをお誓いして質問を終わります。ありがとうございます。この際、藤田文武君から関連質問申し上げます。足立君の持ち時間の範囲内でこれを許します。藤田文武君。日本維新の会の藤田文武でございます。足立議員、そして青柳議員に続いてですね、まあ、多分私が一番柔らかい質疑になると思いますが、新しい資本主義、それから勤労社会保険、この2つですね、これからの経済の在り方、そして社会保障の在り方、我々もですね、大きなプランを提示して議論を巻き起こしたいと思って努力してやってきました。で、そのためのグランドデザインや詳細設計まで提示したら、まあ、大きな賛同を得ることもあるし、批判も得ることもある。これ、健全だと私は思ってるんですね。で、その中で岸田総理が昨年の9月の総裁選で、まあ、花火をぶち上げた新しい資本主義、この政策体系というのはどういうものなんだろうと、私もまあ真面目な方なんで、かなり勉強してまいりましたが、まあ、いろんな専門家に聞いたり、または官僚の皆さんに聞いても、今この時点でもまだよく分かりませんという声がまあ多いというか、まあ、なんか説明を聞いてもよく、私自身もあんまり理解できないんですね。で、これまでの新しいというからには、これまでの資本主義のある種の否定なのか、修正なのか、まあ、全てにおいて、これがアドバルーンだけ上がって、中身がこうそのグランドデザインに基づいた中身という検証ができないままね、いろんな人の声を聞く力で取り入れていくというやり方が、私は合っているのかどうかということを思うわけです。例えば、投資を呼び込む、投資家や実業家というのは、ある種の方向性が見えていたら投資しやすいわけですけれども、よくわからないものには投資しません。ですから、それを明確に規定していただきたいというふうに思うわけです。昨日、新しい資本主義について、小倉議員でしたかね、小倉議員に対しての答弁で、かなり長めの答弁をいただいて、まあ、思いは私も見てましたからわかりますけれども、一つ、端的にですね、何が新しいと呼んでいるのか、何が新しいと言っているのかをお答えいただけたらと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、新しい資本主義、何が新しいかということですが、まあ、従来の資本主義であるならば、競争や、まあ、市場に任せることによって、格差の問題、気候変動の問題、こうした外部不経済と言われるような、まあ、課題が生じ、まあ、それとの兼ね合いで競争を続けている、まあ、こういったことでありました。しかし、こういった課題を、この横において、まあ、一つの障害物として、市場を回していくというのでは、持続可能性を維持することができないんではないか。このさまざまな課題そのものに民間の投資を集めて、そしてこれを成長のエンジンにすることによって、持続可能な資本主義を作っていこうということを申し上げています。まあ、こうしたことによって資本主義をバージョンアップさせる、まあ、こうしたことをまあ申し上げています。権威主義的なこの国家のこの経済が今国際社会の中で大きな力を持とうとしているときにあって、資本主義のバージョンアップ大変重要であるということで、アメリカヨーロッパとも意思疎通を図りながらこうした取り組みを進めていこう、まあ、首脳間でもこうした確認を今行っているところであります。藤田文武君。今外部経済をどうするかというお話ありました。これ経済学で当たり前の話です。そして
また環境やグリーン、これ別に新しい資本主義じゃなくて資本主義の中でここにどう投資していくかということはもう競争環境に入ってますから、この競争に勝たないといけないという課題性というのが正しいわけです。それから、まあどうしてもですね、その市場の原理をやめて政府の介入を強めるという考え方なのかなと、やっぱり受け取ってしまうんですね。で、ここで、まあちょっと具体論に入りたいんですが、令和版所得倍増計画、これ文字通りの所得が2倍になるという意味ではないとちょっとトーンダウンしたわけなんですね。で、私は目標として掲げたのは、まあいいなと思ったんですけれども、まあ下げられました。そこで先日出てきたのが、資産所得倍増、インベストイン岸田と。というふうにおっしゃられましたが、これ具体的な政策メニューはどのようにお考えなのか。まあ、NISA拡大しますということは一つ具体例で挙げられましたが、具体的な政策メニューを教えてください。内閣総理大臣岸田文雄君。はい、我が国における金融資産、2000兆円のうちの半分を超える1000兆円を超える預貯金、これを動かしていくことこそ日本経済における大きなポテンシャルであるということを申し上げた上で、こうした預貯金をぜひ投資に回すことを考えよう。こういったことで、先ほどご紹介いただきました資産所得倍増プラン、これを明らかにさせていただきました。そして、その預貯金を超投資に回る際にあたって、大事なことは中間層にこうした動きをしっかりと広げていくことであるということで、特にNISAの拡充ということを一つ象徴的な政策として挙げさせていただきました。こういった考え方に基づいて、さらに政策を用意しなければいけないということで、この6月までに明らかにするこのグラウンドデザインの中で、こうした考え方についても具体的な政策についてもしっかりと明らかにさせていただきたいと思っております。藤田文武君。他党でありますが、品議員が、資産についての、格差が、助長されるんじゃないかという指摘。私も一理あるなと思って聞いてたんですけれども、これ、NISA 拡大するのは私は悪くないと思うんですね。でも、NISA、いわゆる低所得や、中間層の NISA を拡大する。でも、私が一番大事なのは、今、日本における様々な資産、そういうものの流動性が低いということを、環境整備をしてね、より付加価値の高い使われ方がするようなインセンティブが働く経済に転化すべきだと。これが私は新しい資本主義なんじゃないかと。私自身、好意的にね、何か新しい資本主義ってこうなんだと言えないかと思って勉強してるんですけど、そう思うんですね。つまり、我々が目指すべきは流動性とか生産性を上げることであって、言い換えると様々な資産が流動化して、固定化したものがより力強く付加価値を生むところに流動していく。それにはね、やっぱり規制緩和とか、それから我々がずっと言っているフローの減税とかっていうことでインセンティブを与えるべきだというふうに言ってるわけです。で、じゃあ、金融所得課税についてもお聞きしたいと思います。この、私は税はそもそも論として、一つの税だけを取り上げて、上げる下げるの議論をするのはナンセンスだと思っていて、一つの税を上げるならば、それに関連する違う税を下げるとか上げるとかっていうのを総合的に税体系一体でどのような経済原理が働く、インセンティブが働くかということを考えるべきだというのはずっと申し上げてきました。その中で、この金融所得課税の強化については、これ引っ込められたんですかね。で、この、やるとしたらその政策目的は何なのかということを聞きたいんですが、つまりインベストイン岸だと、ちょっと舌を噛むんじゃないかなと思うわけです。これはいかがでしょうか。内閣総理大臣岸田文雄君。今の委員のご発言の中で、規制緩和等を進めるのが先ではないかという発言がありましたが、私自身、その規制緩和、さらには税制について、何か否定しているということは全くありません。大きな方向性をしっかり示すために、さまざまな規制改革、あるいは税制、これを考えていかなければいけない。その方向性について申し上げているということであります。ですから、流動性という話もありました。この大きな方向性の中で一つ大きなポイントとして、人への投資ということを申し上げていますが、これも、これから成長する分野に、労働力がしっかり移動していくために、人への投資を行って、
それを後押しする、こういったことを考えるべきではないか、こんなことも申し上げております。そしてご質問の金融所得課税につきましては、こうした流れを考えるにあたって、この成長と分配の好循環の中の一つのメニューとして挙げさせていただきましたが、こうした大きな流れを考える際に、まず優先すべきなのは、賃上げ等、この所得であり、または資産のこの活用であり、こちらをまず動かすことによって、こうした循環を作っていこう、こっちを優先するということで、政策を今用意させていただいています。金融所得課税についても決して終わったわけではなくして、これ与党税調あるいは自民党の税調においても、これは一つの課題として議論が続いています。この議論の中で金融所得課税でどうあるべきなのか、しっかり結論を出していきたいと思っております。藤田文武君。順序論はあると思うんですね。ただ私、いろいろ総理の発言の推移をいろいろ見ていると、完全にはやっぱ否定してなくて、だから私自身は、私の捉え方は、総理のやっぱ持論なのかなと思ってるんですね。で、この、やるんだったらもうやるというふうに言って、勝負してもいいと思うんですよ。で、要するに私が申し上げたいのは、これ、我々野党ですから、総理が具体論を出してくださったら、それについて激論してね、どちらがいいかを国民の皆さんに見てもらうという、勝負をしたいわけですけれども。でも、巷に言われるのは、あまり中身がない。でも、安全運転で、調整型でと。で、でも、ぶち上げているものは新しい資本主義で、中長期の新しい経済構想をやろうと打ち上げているわけですよね。で、それについての具体論がなかなか深まらないと、国会でも我々も苦心しますよ。実際にどの点で具体論で生産的な議論ができるかどうか、本当に悔しいなというふうに思うわけであります。次に勤労所得についてしたいと思います。私はやっぱり資産所得は資産の所得というより資産の流動性で投資魅力のある日本というのを作るべきだというのがやっぱり根源にあると思うんですね。で、その中で資産所得というのがあると思うんですが、私は所得でいうとやっぱり勤労所得だと思うんです。で、この30年にわたって先進諸国に比べて賃金水準が伸びてこなかったと、それから可処分所得は減っていっているということがありまして、で、その中で出てきた政策メニュー、私もいろいろ見てますけれども、公的価格引き上げとか、処遇改善加算とか、介護、看護、保育、幼児教育、こういったものの一部の、労働市場でいうと一部の人たちにまず呼び水であげようという政策。これ、どこまで波及するかのロジックはと、前回、前々回お聞きしましたが、あまりロジックはあまりない。そして取引の適正化、下請けいじめしないでねと。それは当たり前ですよね。それから、人への投資。人への投資は私は否定しません。いいけれども、でも成長産業っていうものに携わっている企業さんは、人への投資はもうやってますよ。で、それについて、実際に補助金を出して少しのプッシュ効果があるかもしれない。で、賃上げ税制ですね。賃上げ税制。これは私は、賃上げ税制のこの控除率を上げるっていうのは、控除率の問題であんまり使われてこなかったから上げたんだというふうに認識してるんですけど、控除率の問題じゃなくて、構造の問題だということを前は指摘しました。例えば1億円の人件費があるところで、3% の給与アップをすると300万円毎年負担増になるわけです、人件費が。そしてその 40% を税額控除すると120万円、120万円得するから、1年だけ120万円得するから毎年300万円ずつコスト増になるっていうことをやる企業があるかどうかっていうことになると、これは構造的にこの制度っていうのは難しいというふうに判断していて、中小企業の大半は赤字企業ですし、だからこれは制度としてあまり効果は大きくないんじゃないか。やらないよりやる方がマシとおっしゃるのはそうかもしれない。じゃあですね、私が常々聞いているのは、この長期にわたって全然上昇トレンドにならない給与水準を大きく変えていく政策をやるべきだと言ってるんです。で、私たちはそれを労働市場改革で言ってるんですが、その大きなトレンドを変えるグランドデザインは、この新しい資本主義の中にあるんでしょうか。お答えいただけますか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、まずおっしゃるように、賃上げは重要であるということで、賃上げ税制ですとか、あるいは、価格転嫁政策、さらには公共調達に、
人件費を引き上げた企業を優遇するなど、さまざまな政策を用意しています。そしてこれが持続するのかどうかというご指摘でありますが、だからこそ大きなこの絵柄が大事だということを申し上げています。賃上げがこうした大きな経済の循環の中でどういう意味があるのか、この賃上げ、人への投資が必ず次の成長につながるという流れをしっかり示すことが、企業においてこうした人への投資に力を入れようというこのインセンティブになっていくんだと思います。だからこそ成長と分配両方が大事である。このそうした分配を行うのと合わせて成長をしっかりと示していくことによって、その両方の関係をしっかり明らかにして、この経済全体像を示すことが大事だと思っています。持続可能なものにするためには、この分配、この賃金の引き上げ、これもちろん大事なことでありますが、合わせて成長の姿もしっかり見せることが持続可能性につながると考えております。藤田文武君。今質疑時間終了が来ましたんで、午後に私もう一度冒頭させていただきます。次は勤労社会保険、これ裏表ですから、やりたいと思います。お願いします。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。藤田文武君。委員長。日本維新の会の藤田文武でございます。午前に引き続きまして後半させていただきます。後半は前半の新しい資本主義に続きまして、主に勤労者皆保険、勤労者皆さんの皆と書いて、皆保険について取り上げたいと思います。これなかなかちょっと話題になりにくくてですね、取り上げる方が少ないんですが、これ非常に大きな議題で、総理が私ども何度かやらせていただいて示された方向性、これ大きな大転換にもつながる可能性があるので、これちょっと明らかにしたいなと思うんですが、ちょっと前半の質疑で足立議員からですね、臨時特別給付金、住民税の非課税世帯に給付するお金についての不合理みたいな話をさせてもらいました。これは今回は非課税世帯と、それから家計が急変して落ち込んでしまった世帯は申告していただいてそこにお配りしますよと。でも逆に急変、逆の意味で良くなったところにはもう把握できないからお配りするしかないという形で、これある種不公平ですよね。でこういうことが、あ、ここも必要だ、あそこはいらないとかっていうことを把握できないまま、つまりこういうコロナとか危機が起こったときに誰がどの程度お困りになっているかを把握できない、これを把握できるようにしましょうと我が党はずっと提案してきました。で、それを把握した上でリアルタイムにちゃんと公平公正な給付と負担を実現しようということが一つの策です。で、それも難しいんであればもっとシンプルに給付は一律にして、必要がなかった人は逆に税で公平に徴収しようという、そういうセーフティネットをそもそも作った方がいいんじゃないかということで、古くは給付付き税額控除やベーシックインカムの議論を私たちはさせていただいていて、こういうことに取り組まないことには毎回何かが起こったときに、この人たちにはいるんだろうか、この人たちにはいらないんだろうかということが起こって、無駄に配ってしまった分には不公平だと、こういうことが起こるわけです。こういうことを是正しようという社会保障やセーフティーネット論を私たちは今こそやるべきだという問題提起をさせていただいています。そこで具体論、勤労社会保険についてお聞きしたいと思います。勤労社会保険は、具体的に言うと医療保険と年金の話ですけれども、働き方に中立な社会保障を実現しようと、すべての人にセーフティーネットを強化していこうという、そういう趣旨政策目的だと理解しておりますが、それでよろしいですか。厚生労働大臣後藤茂之君。勤労者皆保険の目的は、兼業副業フリーランスなども含めまして、どのような働き方をしてもセーフティネットが確保され、誰もが安心して希望通りに働くことを可能とすることでありまして、このことは社会保障の支え手を増やし、すべての世代が支え合う持続可能な社会保障の構築にもつながると考えております。藤田文武君。今2点あって、漏れ落ちているような人たちを働き方に中立にちゃんとセーフティネット用意しましょうねという話と、それから
負担側に回ってもらおうと、支え手側に回ってもらおうという、そういう、まあ、これは財源の話にもつながりますが、この2点あると思うんですね。で、その働き方に中立というのは、さっきちょっとだけ言及ありましたが、雇用形態に中立というところなのか、もしくは雇用形態をさらに超えて、すべての人というふうな意味合いなのか、どういう、どこまでの概念なのか、お答えいただけますか。厚生労働大臣、後藤茂之君。最近は雇用以外の形態の働き方もフリーランスなど大変多様化してまいりました。で、そうした多様化した働き方、その働き方に中立的な社会保障制度というのが国民皆保険制度の実現に向けた姿です。藤田文武君。これ私一番最初にお聞きしたときにちょっと信じられないなと思って、要するに勤労社会保険は適用拡大をとにかく頑張りましょうと、短時間労働者にもできる限り広げましょうというところまでかなと思っていたら、多様な働き方、フリーランス、兼業、副業、ギグワーカー、パラレルワーカー、さまざまな人たちを企業が労使折半で半分負担している、その船にできるだけ乗せようという制度方針だということを総理がおっしゃられたんで、驚いて、そんなことはできるのかということをまあ思ったわけです。つまりこれ整理すると、今、費用差制がある人たちで短時間の人たち、これ適用拡大やりましょうっていう議論の階層がまずありますね。で、その次にそれ以外のさまざまな働き方をしている人たちも乗せてしまおうという方針をおっしゃられたわけですけれども、これじゃあ一つ目の話で言いますと、被用者保険の適用拡大、今すでに進んでますけれども、これまだ全部じゃありませんから、これまずその他も全部やると言ってるんだから、被用者性がある人は時間に限らず、すべて、例えば企業規模の要件や、非適用業種や時間的な制限というのを、これはゆくゆくは外していくという方針でよろしいんですか。厚生労働大臣、後藤茂之君。本来、被用者である方は、には、事業形態、業種、従業員数などにかかわらず、被用者にふさわしい、保障を確保すべきでありまして、被用者保険を適用することが原則でありますことから、当分の間、経過措置として定められている、今ご指摘あった短時間労働者の適用にかかる企業規模要件だとか、あるいは個人事業所における非適用業種等につきましては、最終的には撤廃すべきものであると考えております。で、この旨は、令和2年年金改正法に対する国会の付帯決議等においても確認をされております。関係者のご理解も得つつ、さらなる適用拡大に向けて、検討を推進を進めてまいりたいと思います。藤田文武。よくわかりました。つまり、適用拡大、今徐々に進めているやつは、最終的には企業の要件とか、時間的な制約とか、そういうものは、まずは第一弾ですから、取っ払って、その次に行くためには、まずここは全部取っ払って、企業の船に全部乗せてしまおう。つまり、労使折半の原則である、この保険の概念で考えたら、企業の負担を増やしていくという方針でいいんですよね。厚生労働大臣、後藤茂之君。今、委員がおっしゃっている第一段階の状況から言えば、適用や例外を外していくということでありますから、そこのところは、被用者保険の適用拡大を、負担面での企業等への影響がありますから、ご指摘のとおり、中小企業等の経営にも配慮して、段階的に進めている段階でございます。他方、企業経営にもメリットはございまして、働き方に中立的な制度が実現すれば、働きたい人の能力発揮の機会や、企業運営にも必要な労働力が確保されやすくなるというメリットもございます。こうした適用拡大のメリット、負担も企業側にも増えてまいりますけれども、こうしたことをトータルご理解をいただいて、勤労者皆保険の実現に向けた取り組みを進めていきたいと思います。藤田文武君。企業の負担を増やしていくということだと明言されたというふうに受け取ります。総理、そういう方向でいいんですよね。この要するにこれね、いや、僕もそう思って、これなぜそれを、ね、言ってるかというと、ちょっと黙ってもらっていいですか。私は社会保険料を増やすということは、すなわちお給料と社会保険で合わせて企業って人件費で見てるわけです。で、これをどんどん増やすということは、つまり賃金というのを負担と見てみれば、
投資だと言いたいのは分かりますけど、企業経営の実務を考えれば、負担と考えれば、これをどん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 拡大しなければいけないということになるんですね。で、賃金と雇用というのは相反関係に基本的にはあるんですよ。ですから、企業に負担を負わすということは、雇用には影響が出るし、これ、給料を上げていこうという、賃金水準を上げていこうと、賃金というのは、お給料そのものを上げていこうというインセンティブをとどめてしまうという効果があるんですね。だから企業に、それでもこういう時代だから、人手不足の時代だから、雇うからには相応の負担やってよと、中小企業も、それは激変措置はやるけれども、激変緩和措置はやるけれども、中長期的には企業の負担を増やすんだよということを明言された方が僕、分かりやすくていいと思うんです。はい、内閣総理大臣、岸田文雄君。今の厚労大臣からお答えさせていただいたように、令和2年のこの法改正に基づいて、まずは被用者保険の適用拡大を行っていかなければならないと思います。そしてその方向性で、委員がおっしゃるように、企業の負担が増えるという部分、これはあるということは、当然、認めなければなりません。しかし、こうした勤労者皆保険というものを実現することによって、まさに先ほど厚労大臣からありましたように、企業にとってのメリットというのもしっかりと説明しなければなりません。御党もたびたび強調されております、この労働力の移動を可能とする制度改革、規制緩和、こういったことをおっしゃっておられますが、こうした制度がバックにあるからこそ、労働力はより適切な分野に移動することが可能になるわけでありますし、そもそも企業としましては、この経済の仕組みの中で、企業自体がこの成長をし、そして成長の果実を得る、こうした経済のシステムを享受する、こうした体制もこのしっかり用意することによって、経済の仕組み全体でのプラス、メリット、これもしっかり感じてもらいながら、今言った社会保障の支え手を増やすことの意味をしっかり考えてもらい、この全体の流れをしっかりと理解した上で享受してもらう。だから全体の仕掛けが必要だ。新しい経済システム、資本主義という経済モデルをご理解いただけることが大事だ。こういったことを午前中から申し上げている次第であります。藤田文武君。整理すると、そのすべての人にセーフティーネット、いろんな働き方の方にセーフティーネット、つまり私たちはそれをチャレンジのためのセーフティーネットと言ってるんですけど、いろいろ移動したり、チャレンジしたりするときに失敗したら怖いから、やっぱりセーフティーネットあった方がいいよねという、そこはおそらく共通だと思うんですね。じゃあ、それの手法が企業を通じてセーフティーネットを提供する、それを強化していく、つまり企業に負担を中長期的には強いていきますよと、それはメリットもあるけど、デメリットもかなりある。それはメリット、デメリットで言うと、中小企業はデメリットの方しか感じませんよ、これは。でもそれはやるというんだから、それは私はね、選挙前に確認できてよかったと思います。これ、濁されても困るんで、中小企業にとって、中長期的に、実業家や投資家は中長期的にどうなるかを踏まえて、投資考えますから、そして雇用も考えますから、これ、中長期的には企業に負わしていくんだということを今日明言していただいたのもよかったと思います。じゃあ次に、適用拡大の範囲は短時間労働者じゃなくて、フリーランスにも広げるという、これ大転換の話をおっしゃられてるんですね。じゃあ、その被用者設定、どうやって判断するんですか。厚生労働大臣、後藤茂之君。先に一言申し上げると、方向性を確認されたので、方向性を確認をさせていただきましたけれども、どのぐらいのスピードで、どのように中小企業、これまでも中小企業の皆さんの厳しい状況を勘案しながら、徐々に適用拡大してきましたので、その時期等については、今後とも丁寧に、しかし、制度の趣旨を踏まえて、しっかりと
丁寧にしっかりとご相談しながら進めていくことだと思います。その後今ご質問のあった全世代型社会保障の非労者制の考え方についてでありますけれども、全世代型社会保障構築会議の中間整理というのが出まして、その中でも例えばフリーランスだとかギグワーカーだとかそうしたものへの社会保険の適用についてはまずは被用者制から考えようという検討を行うべきとされています。そしてその上で労働環境の変化等を念頭に置きながらより幅広い社会保険の適用のあり方について、総合的な検討を進めていくことが考えられると。ですから、社会保険の適用の考え方の中で、その上で考えていくということでございます。で、費用制につきまして、特に、お尋ねがありましたけれども、厚生年金保険法および健康保険法においては、適用事業者に使用されるものと定められておりまして、この解釈や適用のあり方を検討していくということになります。そして、社会保険の適用のあり方の中で、フリーランス、ギグワーカーの問題も、ともかく一つの社会保険の制度として、しっかりと検討を制度的にしていくという、そういう検討は2段階の進め方ということで提示しております。藤田文武君。今の後藤大臣からのエクスキューズで、その方向性としては企業に負担を強いていくという方向性は、確かにそうなんだけれども、いろいろ辛い事情もあるから、そういうことを勘案しながらスケジュールについては、ごにょごにょごにょと、濁してくださったわけなんですね。じゃあ、これ、そもそも政策目的って、すべての人、漏れ落ちないように、すべての人にセーフティネットを提供しようというのは政策目的だとしたら、ですよ。そしたらこれが達成されるのはいつなんですかね。30年、40年、50年後というと、経済環境、まるっきり変わってるんじゃないですか。だから私が言いたいのは、そのソリューションとして、やるんだったら、スケジュールを決めて、やってくださったらいい、覚悟を決めて。でもそれは、痛みを伴いますよ。でもそれ言ったらいいじゃないですか。そういうことを僕は申し上げたいというのが一つ。それからフリーランスの被用者性を、個別、一つ一つ判断してですね、船に乗せるか乗せないかということを、これ、一個一個制度として官僚の皆さんが作っていったら、膨大な作業です、これ。なぜならば、多様な働き方を皆さんは推進しようとされてませんので、私もそう思います。で、その多様な働き方というのは、雇用形態もそう、取引先もそう、時間もそう、そしてパフォーマンスの出し方もそう、さまざまその被用者性っていうのが、ものすごく複雑になってくるんですよ、これからの時代。それを被用者性があるかないかで、まず入れるか入れないかという議論をしているのは、本当にナンセンスで、だから、企業を通じてセーフティネットを強化するというやり方に限界があるんじゃないかと、つまり漏れ落ちる人を救うというのに、30年、40年、50年、100年かかるんじゃないですかという、私は課題提起をしているわけであります。つまり、今回、コロナでも分かったように、企業を通じた社会保障というものが大半、それがメインであれば、その船に乗れてない人、つまり漏れ落ちている人っていうのを救済できないんですよ。そして労働市場の流動化も妨げる。そしてスピーディーに、企業側からするとスピーディーに事業転換することや、成長市場に適切にマクロとして労働移動が起こるっていうことさえ妨げるような方向性だと私は感じているわけであります。つまり、こういう企業を通じて社会保障を提供するという考え方は、多様な働き方、そして経済の元気さっていうものを阻害すると、いうふうに私は思いますが、いかがでしょうか。厚生労働大臣、後藤茂之君。総理も少しいらっしゃってください。社会保険制度からこぼれ落ちるケースが生じたり、労働市場に歪みを生じさせないような、そういう働き方に中立的な制度を作っていこうということについては、質問者のご意見と全く変わるところはないと思います。ただ、我々既存の制度と、連続的に改革というものを考えていくという中で、おっしゃるように今の保険制度は被用者保険制度を中心にしてできています。まずは被用者の拡大、あるいはその考え方でどこまでやっていけるか、そしてその先に、先ほど申し上げたみたいに、その社会保険全体の考え方を弾力的に拡大をする等で、
その国民皆保険という形で社会保険にこぼれ落ちることのないように、働き方に中立的な制度を作っていく必要があるというふうに申し上げております。藤田文武君。ちょっと今あまり私の頭が悪いのか理解できなかったんですけど、国民皆保険はありますよね、今。でもそれは企業を通じなくて個人で、それでは足りなくて弱いセーフティネットだから、だから企業に乗せようとおっしゃってるんじゃないですか。ちょっと意味がわからなかったんで、じゃあ総理お願いします。内閣総理大臣、岸田文雄君。今政府として、今、提案させていただいているのは、勤労者皆保険制度、働き方、いかなる働き方をしても、中立的なセーフティーネットを作っていこう、こうしたことを申し上げています。特に今働き方がますます多様化している中でありますので、これは中立でなければ労働移動もスムーズにいかない、こういった問題意識に立ってどうあるべきか、これを考え提案させていただいています。そして現実的な手法として、今の被用者保険をできるだけ拡大する形で、そうした目的を達することができないか、こうした議論を行っています。大きな目標に向けてどのように到達するのか、現実を積み上げていかなければいけない。政府としてはそのように申し上げています。委員の方からこれについていろいろ厳しいご指摘がありました。これも踏まえて現実的な前進を我々は図っていきたいと思いますが、もしこれがダメだというんであるならば、どういった形でこの大きな目的を達成することができるのか、御党の方からベーシックインカム等の提案をいただいている、これは十分承知をしています。ベーシックインカムという制度、社会保険方式を取っている我が国の現在のこの社会保障制度との比較において、これ転換することが本当に現実的なのかどうか、こういったことも考えなければいけない。ですから我々は今申し上げた方向で、この働き方に中立的な社会保障を考えていきたいと思っておりますが、どういった方法がより現実的な方法なのか、こういった議論はこれからも国会等においてしっかりと行っていきたいと思っております。藤田文武君。今の総理の方からわざわざ我が党の提案についても認識しているというお言葉をいただいたのは感謝申し上げます。実際にそういうベーシックインカムとか最低所得保障とか給付付き税額控除っていうものは、私たちの問題意識はね、やっぱりその今企業も大変な時代だから言ってるんです。そして GDP が自然増しないっていうトレンドだから言ってるんです。企業に負担を負わしすぎて世界にどん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 越していく企業というののスピード感を下げてしまうんじゃないかという危惧があって、じゃあ漏れなく、しかもその企業の船に乗せるというのはどこまで乗せるのか問題がずっと永遠に残るわけなんですね。であれば直接そういうセーフティーネットを国が直接国民とつながり保障することで、企業の肩の荷を少し下ろしてあげて、どんどん後押ししてあげようと、そして労働移動を活性化させようという方がいいんじゃないかと。つまり、労働者側から見たら素晴らしい、例えば厳しい解雇規制かもしれない、最低賃金を上げることかもしれない、同一労働同一賃金で非正規の待遇を正規に近づけることかもしれない、年金、さっきの適用拡大無限にやっていきましょう、社会保険料は財源もあるからどんどん上げていきましょう、定年も延長してできる限りずっと雇ってください、こういうインセンティブを企業にばっかりお願いしているわけですけれども、これは労働者側から見たらそれはハッピーですよ。でも労働者の賃金を上げやすい企業環境をいかに作るか、それがひいては労働者のためじゃないですか、企業のために言ってるんじゃないです。労働者の賃金が上がらないのは僕は構造の問題だと思って、だから企業に対して負わせすぎている社会保障っていうものから転換して肩の荷を下ろし、そして労働移動、労働法制にしっかり向き合ってやることで、私は賃金水準を上げるトレンドを作れるという、そういう対立軸だというふうに思うわけです。で、そこまで話した上で、本当に企業中心の社会保障が一番最初におっしゃられた、すべての人に漏れなくセーフティーネットを強化していくということ、つまり私は企業がやる社会保障はユニバーサルにならないと思ってるんですが、なると、つまり多様な働き方に通立な社会保障をすべての労働者に漏れ落ちることなく
こういう危機的状況の中でも漏れ落ちることなくできることが将来的にやることができると将来的に思ってらっしゃるのか、もう一度お考えをお聞きしたいと思います。内閣総理大臣岸田文雄君。先ほど申し上げましたが、あらゆる種類の働き方に中立的な社会保障制度を作っていかなければならないと思っておりますし、それに向けての現実的なアプローチとして先ほど来、説明させていただいている、この手法を取っていきたいと思っています。そして委員の方から、企業に、この負担が高まる、要は一つの制度であってもその立場によってその評価が変わるのではないか、まあ、こういった話がありました。だからこそこの経済全体のこの仕組みをしっかり説明することが大事だと思います。分配だけではなくして成長もあります。社会保障もしっかりと用意いたします。その全体があってこそそれぞれ、この努力をしようということであります。一部の制度だけを見てこれが損か得か、こういったことであるならば、これは永遠にこれ結論が出てこないということになりかねません。ぜひ、この社会全体でこういった経済を作っていこうという、この共通意識を持つことによって、それぞれのこの取り組みの意味を考えながら、社会を改革していかなければいけないのではないかと考えています。藤田文武君。大体わかりました。まあ、いずれにしても、企業に負担を負わしていこうというそういう方向性で、まあ、それはメリットもあるんだよ、でもデメリットはものすごい大きいということをやるという意思があるということはよく分かりましたんで、そしてもう一つ、社会保障構築会議の中で、給付と負担の話が出てきます。給付は高齢者中心、負担は現役世代中心となっている、これまでの社会保障の構造を見直し、うんぬんかんぬんとこう続いていくわけでありますが、この構造を見直すということは、高齢者の負担も増やしましょうと。それは高齢者も払ってもらう人は払ってもらわなきませんと。ですから、負担を増やしますよという方向性で、この構築会議の提言を受けて進めるということでよろしいんですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、全世代型社会保障構築会議において、先日取りまとめた議論の中間整理では、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心、こういったことになっているこれまでの社会保障の構造を見直そうということを申し上げています。要は将来世代への負担を先送りせずに能力に応じてみんなが支え合う、これを基本としながらそれぞれの人生のステージに応じて必要な保障をバランスよく確保する、より支え手をしっかり拡充することによって、全体でこの社会保障制度を支える、そうした構造を考えていくべきではないか、まあ、こうした問題意識のもとの提案であると認識をしております。岸田文武君。これね、さっきの適用拡大を無限に広げていきましょうというのは、これ、支え手を増やす話もなるんですけど、これ、現役世代ですよね。現役世代が支え手たくさん増やしましょうと。つまり、ここでもう一つ議論で出てきている、高齢者中心の給付、負担は現役中心であるという、これを構造を見直そうというソリューションは、具体策はないんですよ、ここには。でも、やらないといけないと言っている。で、それ出してください。私はね、思うのは、別に、いくつかの、まあ、今、少し、もしかしたら得しているかもしれない人たちに、ちょっときついかもしれないっていう政策をね、負担を強いるっていうことを、真正面から言っていただいた方がいいと思うんですよ。で、その上で、それの是非を問う、私は岸田総理に、お父さんのお名前が文武なんで、シンパシーがありますけど、新しい資本主義も勤労社会保険も、課題設定は私はいいと思うんです。でも具体策がないと、揶揄されるわけじゃないですか。じゃあ、今まで言っておらっしゃったことをいちいち、引き下ろしてね、なんか選挙の前だからなんとなく乗り切るんじゃなくて、批判が受けることも言っていただいて、そしてその人たち、ごめんなさい、終わります。そういう真っ当な議論を私はやらせていただきたいというふうに思います。今日はこれで終わらせていただきます。